皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画1本目は、校長者ム無キングスーパーコレクションということでね、毎度なじみスパコレです。もう、毎度なじみ挨拶だよね。まあ、とりあえずね、あの、目標として200回までは続けて、200回を境にちょっと今後どうしていこうか考えていこうかなと思って、まあ100回目の時もね、100回記念で止めるのか、続けるのかっていうところで、まあ、190回目ぐらいで多分ね、 定まると思うんだよね、考えが。多分200の前に決まると思う。200で終わりにします。もしくは、200以上も続けますみたいな。でも200続けたら多分次300行こうぜってなるじゃん。もう200あたりで止めといてもいいかなと思って。なんか、続ける意味があるとかさ、続けていくモチベーションがあるんであれば続けていきたいんだけど、特にないかなと思って。ただ視聴回数がなぜか多いからさ、需要があるのかねと思って。 まあ、1分、2分の世界だからさ、聞きやすいのかもしんないね。でも、俺的には、なんか、通常のトーク動画とはそんなに変わんないから、1本でよくねと思ってたんだけど、まあ、よくわからんす。あの、俺の動画の視聴者ってさ、ちょっと、不思議な人が多いからさ、俺が言うのもなんだけど、なんでこの動画でさ、視聴回数がさ、ねえ、30とかいくのか。俺だったら30回いくってのはちょっと、信じられないっていうかさ、なんだろ、 でもまあ聞き流してる人もいるんでしょうねきっとわかんないけど本当はねちゃんとねゲーム紹介動画とかさまあちゃんとしたトーク動画を撮りたいんだけどもしかしたらみんなさ毎日毎日同じような内容なんだけどいつかトーク動画の内容が変わるかもしんないっていうさ期待をしてるのかもしんないね言われたことあるんだよねいつか何回目かでお母さんが違うことをしゃべってくれたら面白いなっってか急に言ってなんか急に。 ポケモンととかかかの動画だからら出したら面白いな,とかなんだけど今んとこないかな。まあ、リクエストは来てるんだけどね。待てなわけでね、あまり期待しないでください。<laughs> うん。多分、このまま1ヶ月ぐらいは続くと思うから。まあ、なんかの、うん、変化があって、もし気持ちの変化、時間の変化があって、余裕が生まれたら、まあ、また再びね、いろいろなことができたらいいかなと思います。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。